皆さん、こんにちは。今回の動画では、上海ディズニーランドを楽しむカジさんの様子を、私、音声 AI のそよぎそよぎがお伝えしたいと思います。どうぞ、最後まで楽しんでいってくださいね。それでは、まずカジさんが泊まったホテルをご紹介。どんなお部屋かな？ワクワク。では、入ってみましょう。オーブン。わお。かわいいね。エントランスからとっても豪華。レストランをはじめ限定ストアなど、上海ディズニーの世界を存分に感じられる素敵なホテルですね。さて、そんなお部屋でまずカジさんが発見したのが、カジ勇気ではなく、ここも隠れミッキーですね。そしてここにはティンク。カジさんはティンカーベルのことをティンクって呼ぶタイプなんですね。皆さんはどうですか？ズートピアのキャラクターたちが並んでおります。シルエットカラフルに、おお、バスローブもちゃんとロゴ入り、贈品って書いてありますね。プレゼントかわいい。わあ、外の景色はどうなっておりますでしょうか。じゃん。おお、すごい。あ、お城も見えますね。光が反射しちゃうけど楽しみです。そして洗面所はこんな感じ。見事にディズニー一色。こんな感じでーす。楽しみでーす。朝食はホテル内にある美女と野獣をテーマとしたブッフェレストラン、ルミエールキッチン。ブッフェ形式だから大人も子供もリラックスしながら大満足できちゃいますね。しかもここではなんとディズニーキャラクターとグリーティングもできちゃうんです。その上、カジさんが泊まった6月9日はなんと偶然にもドナルドダックの誕生日ということで、記念すべき日にドナルドとツーショットが実現。2人ともいい笑顔ですね。いいの？真棒！さすが夢や。さあ、ホテルを十分満喫したところで、いよいよディズニーランドへ出発です。カジさんがいつか絶対に行ってみたいと思っていた上海ディズニーランド。どうやら本人もびっくりのまさかのタイミングで来ることができたそうなんです。というのも、実は今回カジさんはなんとイベントとイベントの合間に上海ディズニーランドを訪れたそう。移動日が1日しかなかったので帰国するにも時間が足りず、せっかくならということで遊びに来たそうです。到着しました。上海ディズニーランド行ってきます。カジさんが最初に向かったのはパークの定番グッズが集まるアベニュー M アーケード。どうやらディズニーといえばのあのアイテムを買うそうですよ。というわけで、年甲斐もなく耳を買ってみました。ズートピアのニックです。購入したのはズートピアに登場する人気キャラクターニックのカチューシャ。カジさん、どことなく照れくさそうですね。ズートピアのカチューシャをつけてズートピアのパレードを見る、なんて幸せな時間なんでしょう。あ、
デュディもやってきましたよ。私もいつか会いに行きたいな。続いてカジさんが向かったのは、大きな耳が印象的なあのゾウさんのアトラクション。先生们，小朋友们，小飞象。OK, Dumbo, let's get the show on the road. 一番高いところまで来ました。すごい景色。風が気持ちよさそうです。そしていよいよカジさんがどうしても行きたかったあのエリアへ。ズートピアエリアにやってきました。すごい。炎天下の中90分間並び続け、ようやくニックとジュディとグリーティング。この笑顔になるのもうなずけます。よかったですねカジさん。ズートピアを見たことがある人なら絶対にピンとくるこちらのアイス。実はチョコでコーティングされたマシュマロなんです。意外とあっさりしてて美味しかったらしいですよ。糖分をチャージした後はこちらのアトラクション。さあついに出発です。いや、初めてのアトラクションってやっぱ楽しみですすごかったです。上海にしかないズートピアエリア楽しいですね。また乗りたい。迫力満点でした。初体験に大満足のカジさんが次に向かったのはロアリングラピッド。カジさんもカッパで完全防備。果たして結果は？終わりました。動画で予習しすぎたせいでハードルを超えてきませんでした。カッパ買ったんですけどもっと濡れたかったです。暑かったです。でもやっぱもう予期せぬスリルはもう最高でした。楽しかったです。もはや濡れたくて仕方なかったカジさんでした。さてお次は何でしょうか。みんな大好きこちらのアトラクション、ワクワク。日本とはまた違ったスリリングな航海を楽しめちゃうアトラクション。お土産コーナーもカリブの海賊の世界観そのまま、最後の最後まで楽しめちゃいます。パイレーツオブカリビアン、日本と全然違いました。
もう本当映画の世界でしたね。めちゃくちゃかっこよかったし興奮しました。そして平田さんが要求していたお土産もちゃんと購入したんで差し上げます。最高でした。平田博明さんへのお土産は真ん中にあるミッキーのピンバッジ、左のスティッチは自分よ、右のドナルドはカジさんが大好きな山寺宏一さんにプレゼントしたんだって。続いては日本でも大人気こちらのアトラクションで空の旅へ。今から初ソアリンです。実は東京でも行ったことがありません。まさか上海が初ソアリンになるとは。楽しみです。行ってきます。生まれて初めてソアリンに乗ったカジさん大興奮。上海では東京バージョンとはまた違った演出を楽しめるそう。いいな、私もいつか乗ってみたいです。初ソアリン行ってきました。めっちゃ楽しかった。すごい。どうやら日本のとは少し違うらしいです。でも上海が初めてなので僕のソアリンはこれが全てです。匂いとかするんだね。もう全身で地球を浴びました。最高でした。地球を全身で感じた後はディズニーパークといえばおなじみのこのお菓子。ここに来てようやく初ポップコーンを買いました。クリーミーココナッツ味です。そして今日お誕生日のドナルドがケースです。いただきます。おいしい。日本にもあるんですかね。おいしい。小腹も満たされたところでお次は映画トロンレガシーの世界を味わえるエリアへ。すごいスピード。これはかなりのスリルが味わえそう。カジさん、大丈夫かな。いや楽しかった。すっごい楽しかった。アトラクションの中で1、2を争う楽しさでした。あの姿勢と最初の初速と見えない感じ、スペースマウンテンの危ない版というか、これは絶対戦闘が一番楽しいと思いますね。僕の前おじさんだったんですけど、基本的におじさんビューだったんで、でもね、疾走感たまんなかったです。もう本当、いわゆるガンダムに乗ってるようなそんな感覚でした。めちゃくちゃ楽しかったです。もう一回乗ろう。翌日のお仕事の関係でご招待いただいた懇親会の開演時間が迫っているため、お次がいよいよ最後のアトラクションです。カジさん、ピーターパンと一緒に空の旅へ。アトラクションを乗り終えると大急ぎで花火観覧スポットへ。ピーターパンの感想コメントを取る時間がなかったみたいですが、カジさんすごくすごく感動したそうです。本日の締めくくりはディズニーの名曲とプロジェクションマッピングで彩られる光と音のショー。というわけで皆さん、カジさんの上海ディズニーレポートいかがでしたか。カジさんが
ただただ素で楽しんでいるだけの映像でしたが、私としてはどこか一緒に遊びに行っている、そんな気持ちになれました。とても楽しいひとときをどうもありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。お相手はそよぎそよぎでした。バイバイ。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。